どうも、虹色ライダーでございます。虹色音声始まりました。ひっそりと。えー、今回、椎茸占いの回でございます。各星座の相性を喋っております。今回は、おひつ座と、えー、サソリ座でございます。僕はおひつ座です。はい。ということで、まずはおひつ座目線から喋、えー、りたいと思います。一部抜粋でございます。おひつ座とサソリ座って、おひつ座がサソリ座の人に興味を持つか持たないか次第なんですよ。うん、そうかもしれない。 基本性格で解説したように、えー、お羊座って、えー、基本性格っていうのが、ま、前にあるんですけど、まあ、そこはちょっと、えー、別なところで喋ってますから、そこを聞いてください。えー、基本性格で解説したように、お羊座って、電車に乗って、車窓を見ているような感覚の持ち主。流れる景色から興味のあるものをパッと捕まえる。そんなあなたの目に留まった人の中でも、誘り座ってミステリアスなのです。この二人に縁ができるときって、このままじゃいけないと強く思うときなのです。 あなたにもサソリザにもみんなと一緒にいる私とは一線を引く強い独立心があります。私は私で好きにやるという意志がある。双方に自分の未来は自分で作っていくという目的があるときに深い縁になりやすい。サソリザに対してあなたはある程度自分が思っていることをストレートにぶち、 ぶつけてしまっていいです。少し青臭くても非現実的でも今の毎日じゃ満足できなくなってきたという思いを話し合ってみてください。一緒の時間を過ごせば自分の理想を知ることができます。それだけ深い精神的な結びつきが得られる二人です。なるほどね。うん。だから、まあ、僕、あの、他のとこでも喋ってるんですけども、サソリ座、ちょっと苦手部類に入るんですよ。はい。カニ座もそうなんですけど。 なるほどね。こういう、こう、深いところ、さらにさらに、こう、深くなっていけば、すごく、結びというかそういうのが、固い結びみたいなのができるのかなって今読んでて思いました。サソリザ目線の方も読みたいと思います。この二つの星座は、はみ出し組という組み合わせです。この二人はみんなの中に入っているようで、入っていないのです。サソリザってよく見てみると、 いつもいるみんなとは別行動しているというところが必ずあるのです。例えば、あなたがいつもいるみんなと一緒にいるのはすごく楽しいのだけど、ちょっとだけ幼稚さを感じてしまうとします。すると、あなたは、あなたってなさそり座ですね。自分の大人の部分を思い切りぶつけられる人や、場所を別行動で探し出すようなところがあるのです。 押しつい座もいつもいるみんなと仲がいいようで私は私で自分が何をしていくかは自分で決めなきゃってちょっと浮いているところがあるのです。みんなの中には完全には溶け込んでいない。ああ、すごくわかるわ。<laughs> この二人は今をゴールにしないで自分で勝手に動いて何かやっていくという面を強く持っているのです。 だからお互いにみんなと一緒にいる時の顔じゃなくて、ストレートに自分が何を考え、何を目指しているのかを打ち明けていくと強い絆で結ばれていきますよ。なるほどね。うん。だから薄っぺらい関係で止まるとあまりうまくいかないっていうことなのかな。そういうふうに僕はちょっと解釈しちゃいますけれども、そうですね。はい。なかなか溶け込んでるようで溶け込んでないっていうのはすごく、あの、僕は感じてます。おち着いさ。<laughs> だからなのかな。<laughs> うん。溶け込んでるんですよ。みんなと楽しくやってるけど、ちょっと多分ね、一線引いてる自分もいるんだよね。はい。サソリザも、まあそういうところが、まああるのかな。でもね、ちょっと多分その考え方っていうか、なぜそうしてるかっていうところが多分違うような気がするので、やっぱりサソリザとは合わねえなってちょっと思ってる自分が今のところいます。はい。別にサソリザ嫌いなわけじゃないですよ。うん、合わないなって思ってるだけで。 はい。というわけで、えー、今回は、おひつい座とさそり座の相性を喋ってみました。まだ、各、え、星、ー、座の相性を喋ってないのがありますので、えー、また喋りたいと思います。聞いてくれてありがとうございました。さよなら。